これは琉球芸能を通して沖縄の歴史や文化に触れてもらおうと企画されたもので、およそ300人の親子が参加しました。参加者はまず組踊りが18世紀の琉球王国時代、中国からの札幌市を歓迎するために生まれたものであり、セリフ、音楽、舞踊の3つの柱で構成されていることなどを学びました。その後披露された組踊り版桃太郎は、2004年に具志川東中学校の生徒らが組踊りワークショップで創作したものが元になっていて、沖縄の文化に合わせたストーリーが展開されます。セリフの現代語訳が字幕表示されるなど、上演方法も工夫されていて、おばあさんが桃太郎にきびだんごではなくサーターアンダギーを手渡す場面では、会場から笑いが起こっていました。参加した親子は楽しみながら300年余りの組踊りの歴史を体感している様子でした。